いや、おう俺の中で眠ってたないから覚醒しちゃったやばくないこれ今日ちょっとあのプリンセスも見えるからさっきからもう腹減ったり結構うるさいけど衝撃映像ですこれマジで前田さん超えてきましたこれやっぱその決めてたならその白いソックスが俺ならったからここはそうですねちょっと準備不足でしたそうそういい感じでいい感じでこの辺が俺は決め手かなと思ってこうで新しいなんかオタクじゃないなちょっとオタクじゃないよネオオタクネオネオオタク本当にね新しい人種ですよこれはでもなんかやっぱスタイルいいからもう行こうか弾いちゃってかわいそうにコロナじゃないからね、いやーなんかでも柔らかくなりましたねだいぶあそうだねこんなに変わるんですねやっぱり服装ではいやりますよ何でもじゃあこれであの秋葉原を僕と一緒にあの歩いてはい行きますか巡っていきましょうちょっと途中萌子の何してますかもう一個ちょっと危ない注射でも打ってどうぞ冗談ですよ、ね、じゃあ行きましょうかさはい行きますかはい行きましょうじゃあ行ってきます行きますはい出ましたね外にどうすかあのさっきスタバのウィンドウに自分が映ったんだけど殺したくなってマジで殺したくなってこれ外出ると恥ずかしさがより増しますよあのカイちゃんはこれまくれるじゃん、うん、これまくれないからさまくったら反則ですからそうそうそうかっこよくなっちゃいますからそうそうそうやばいねどうすかこの視線感じますよね通る人全員振り向くじゃないですかでも逆に、はい、なんかもう俺はそっちの人なんだってもうマインドが、うん、出来上がってきたプロですねやっぱあもう俺はオタクなんだよはい、はいはい、そうこの道長いよあるけど俺ほんとこの道長いからちゃんとお前プリキュアの T シャツとか着てきたのかよダメだストリートファイター2の T シャツ買うから、ね、もうなりきっちゃった方がいいですそうそうもうそっちだよ、はい、もうオタクだから俺らカイちゃん本当にオタクっぽいもんはいもう僕あと映ってますからおおはいこんな感じでしょっちゅう殺したくなりますよねムカつきますねなんかムカつくムカつくなこれやばいよやばいウリタさん見慣れないなあれ全然全然見慣れないね前田さんの時はだんだん慣れてきたんですけど慣れが来ないですね全然あそう違和感しかないよね違和感しかない俺も自分でもずっと殺したいもん自分であ、メイドさんいますよおあ、メイドいるじゃんメイドメイドさんおおこれモイコっていうからモイコあ、取られたくないよねそりゃそうだよえ、ゆりださん、秋葉原は来られるんですか来るよあ、そうなんですかあの、自分の YouTube チャンネルの撮影でも来たしはいはいリンキー街好きでさはいはいなんか買うわけじゃないんだけどはいあの、あんまそこら辺で売ってないものも売ってるじゃないあ、そうですよねただ、カイちゃんみたいにメイドカフェは行かないのいや本当は一緒に行きたかったんですよ。メイド喫茶。メイド喫茶も面白いんですよ本当に。あそう。はい。もうあそこもう変わった空間というか、もうなりきっちゃうと恥を捨てて、それ楽しいんですよ。リズムを持ってかれるじゃん。持ってかれます完全に。すべて身を委ねる感じがいいんですよ。そうですそうです。俺そこでも奥さんの許可が必要になっちゃう。今メイドと喋っていいかとか、ジャンケンしてもいいかとかで許可が必要になるから。結構厳しい。厳しいんですよ。えあのお宅の格好行った時はどんな反応しました？でも自分がその道で行くって決めたんだったらもう口は出さないでもその中途半端な覚悟でやらん方がいいぐらいああかっこいいっすねまあじゃあもう、まあ、あとはカイちゃんに迷惑かけんな恥ずかしがったりキレが出たらカイ君たちに迷惑かかるというああじゃあもうここは恥を捨ててもそうそういう意味ではもう完全になりきってもらってますうん極めちゃうよ極めちゃうウリダさん奥さんすごい素敵な方ですよねあありがとうございますいや自分が褒められるより嬉しいねああそうですやっぱ、 その今の奥さんと出会って結構変わったんじゃないですかすごいうんなんか柔らかくなった感じしますもんねなんか結構どうしようもないかったからさはいはいでも今の奥さんのおかげでもともと女遊びもしないし、うん、飲み歩かないんだけど、はい、より、うん、教えてもらったいや別に奥さんが大事だから、うん、他に興味いかないっていうそのおかげで構成できたかもしれない素晴らしいですなかなか言えないですよねこの言葉ウリダさんうんタピオカ飲みたいんですよいいねタピオカ好きっすか目が覚めちゃうよ目が覚めちゃううんタピっちゃいますかちょっと実は俺タピったことなくてタピったことないですか、うん、初タピっすかじゃあ初タピおー初タピですじゃあちょっと感想聞くのが楽しみですあんまり原価が安いものを外で買うなって怒られてるから
悪いけど、タピオカ屋には悪いけど、そう言ってないですね。そうそう、業務スーパーであんな大量に出すと売ってるものを砂糖につけたものに金出すなって言われて、飲んでないんです。間違いないことを言ってますけど、そうそうそう、タピオカ屋さんからしたら一番言われたくないそうですね。JK の視線がかなりきついんですよ。やばいね。もうカイちゃんなんか JK とか結構好きそうだけどね。いや、僕年上の方が好きなんですよ。あ、そう。今まで付き合ってきた人は年上が多いです。あ、そう。はい。こんなの聞いたらやばいよ、ショコタンが。ショコタンが舞い上がっちゃう。フリーさんありましたね。あれタピオカじゃないですか。まあ、俺も若い時一通り悪いこと全部やってきたけど、はい、タピオカがまだだね。タピオカまだです。悪いことやってきた。さあ、どうしましょう。ポップでキュートでパンキーでオタクのやつありますか。一番可愛いのは、可愛いの、あ、でも可愛いのは、はい、お、可愛くて、じゃあ可愛いのは私ですって、ね、言ってくれと思うよね。それそういう振りが弱いな。てんてんてん、そうそうそう、顔を白けさすの得意だ。やったらやりっぱなしですよ。俺じゃあこの黒糖ナンバーワン。ナンバーワン、じゃあ俺はほうじ茶ミルクティー。ほうじ茶のやつで、はい、普通のタピオカと普通のあるんですけど、どっちにしますか。普通のタピオカ普通の黒糖のタピオカと黒糖タピオカでやる。あ、じゃあ黒糖にしようかな、せっかくだ。俺、アイスの量、カメハメハでお願いします。普通の商品は氷の量分かる。あ、決まってんすね。じゃあ、いいよ。ね、はい、これですよ、タピオカ。これがタピオカ。これが噂の。やばそうだね。大丈夫。これ、あったかいんですよ、ちょっと口数減ってきたもんね。ねえ。ちょっと、まあ、いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。これ混ぜるんですよ。これ混ぜる、混ぜるんですよ、上から。はい、混ぜちゃってください。同化するの、この。そうですね、混ざっちゃうんですよ。大丈夫これ、オナホールとかじゃないの。違う、ピーですね。ピーやん、ピー。これそういうやつじゃないの。ピーばっかりすいませんね。ピーです、ピーピーで。じゃあ、はい、いただきますか。じゃあ、いただきます。うん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 、どうですか。全然美味しくねえよ、こんなもん。なんだこれ。なんだこれ。感触がやばいね、これ。感触が腹立つな、正直に言うと。え、だって喉にさ、喉にバンバンって来ちゃうよ。浮田さんのせいで。ごめんごめんごめん。鼻のとこまで記憶が。腹の途中まで来ました。ごめんごめん。この水分の部分はスッと入ってくるけど、タピオカ直接来るじゃん、喉に。どうすればいいの。どうやって食べんの。受け止めるんです。受け止めるの。一回キャッチするんですよ、口で。うんうん、止めて止めて、そこで噛む。うん。こうやって楽しむの。いらねえ。俺は間違いなく確信持ったわ。あと半年で終わるわ。この業態は。ちょっとタピオカ屋さんからちょっと離れます。離れます。じゃあやっぱ秋葉原といえば、うん、ガチャポンでしょっていうことで、うんうんうん、やりましょうか、ガチャポンで。やりますか。斉藤君、ガチャポンどっかない？あの可愛いアニメの女の子みたいな。任せてください。すごいね、頼もしいですね。何でもしてますから、斉藤君は。ちょっと。大森くんの席が危うくなってきてる。斉藤くんの方が優秀だったりしてる。おお、ザって感じだね。おお、いいっすね。来たね、三条。おお。来ましたね。ゆうりさん。鬼滅見た？鬼滅。鬼滅僕見てないです。俺も見てないよ。見てないですか。すごい面白いんでしょ。面白いらしいっすね。うわ、いっぱいあるな。ゆうりさんどれやります？いや、俺好きなんだよこれ。好きなんですか。大吉がいるよ。あ、大吉。本当だ。大吉が。大吉じゃん。何気にさっきカイちゃんに言ったんだけど、お兄ちゃんの方がなんか男らしくて喋んなくて近寄りがたいみたいな感じしてるけど、うん、結構飼う犬とか飼う車とかはカイちゃんの方がなんかわんぱく坊主な感じする。はい、そしてお兄ちゃんのミクルの方はプードルにベントレーっていうチョイスがちょっとカリスマキャバ嬢っぽい。俺は思います。確かに。例えね。いやー、ウリタさんのチャンネル見てていつも思うのは、例えがね、うまい。うん、もうなんかワードセンスがすごい、うん、本当に。ウリタさん、ちょっと僕がどんな感じか見せますね。はい、まあ
やっぱりね、この新商品ってやつが熱いんですよ。うん、熱いんですよ、この辺が。どっちの新商品いっちゃいますか。缶バッジ。この音いいですからね、絶対。オレンジのトランクスに来てるでしょ。これダメです、もちろん。スポンサーですか。ほら、来ましたよ。ちっちゃいな、意外と。思ったよりちっちゃかった。これ。これで200円。あ、かわいい。これさ、サイズ感ちょっと。あ、なるほど。思ったよりちっちゃいよ。ユージさん、これつけなきゃダメなんです、すぐ。そうって昔からいざ出てきたら残念な感じなんだよ。やってみたら。そうなんですよ、大体。こんな感じなんで。ほら。あ、似合う似合う似合う。似合います。似合う。あ、いいですね。オタク度が増したんじゃないですか。ああ、素晴らしい。そうそう、こんな感じで、ね。